マチサ車製 B241 マルチプルタイタンパーとは鉄道の保線用機械の一種。略して MTT またはマルタイとも呼ばれる。一般の鉄道車両と同様にレール上を自社の車輪で自走できるが、一般的には車席を有しない機械扱いであり、これを用いて作業を行うときには線路閉鎖が行われる。 線路列車走行に伴うレールの歪みを強制するために使われる。バラスト軌道の場合、列車が走行すると枕木が沈降し、レールがわずかに歪む。この歪みは、列車の乗り心地を悪化させる上に、高速走行を阻害する原因にもなり、定期的なメンテナンスが必要である。マルチプルタイタンパーが導入される前は、ツルハシやタイタンパーで補線作業を行っていたが、 大量の人員と長時間にわたる作業時間を用していた。最新の機械では、機械操作に2人から3人、その他監視等に1人から2人で作業でき、一般軌道では100メートルを10分から15分程度で突き固めることができる。爪の周辺部分機械がレールを掴んで、ミリ単位で持ち上げ、枕木下に隙間を設けるツールで砂利を突き固め、枕木下に採石を入れることで、 予定の高さに線路を直していく。またペダル操作により自走できるため作業もスムーズにできる。この作業で突き固めだけでなく同時に高さの調整や左右方向の歪みも直している。ポイント部分でも突き固めることのできる高機能なものもある。最近ではこの作業の邪魔にならない形状の ATS 地上紙が増えていて突き固めた時に飛び散るバラストから地上子を保護する。 カバーも設置が進んでいる。ありがとうございます。